地底世界には工事の存在たちがいる？ようこそ、ナビゲーターのルカです。アポロ11号が月面に着陸してから、早約50年、人類は今度は火星への探査を計画し、近い将来には火星への移住も目指しています。宇宙には謎が多いからこそ、その解明を目指して宇宙へと進む私たち。ですが、実は私たちの暮らすこの地球についてもわからないことだらけです。私たちは宇宙の構造を調査する前に、地球の内部構造も調査する必要がありますね。今回は人類の知らない地球の裏側に迫っていきましょう。地球の構造。地球の構造はどうなっているのか。教科書によると、地球の構造は外側から地殻、マントル、下部マントル、地層マントル、外殻、内殻となっています。地殻の厚さは地域により異なるものの5から70キロメートル。まんじゅうの薄皮のような厚さになっているのは相対的に軽い岩石からできているためでもあります。地殻の下にあるとされるマントル層では高温で溶けたマグマのような真っ赤な岩石がドロドロの状態で動いています。マントル層の内部は外殻と内殻で分かれていて、圧力が強くかけられた流動性のある金属球のようになっていると表現できます。こうして見ると、私たちは巨大な金属球の周りを包むまんじゅうの薄皮の上に住んでいると言えます。地球全体で見たら、限られたエリアに暮らしているのですね。このように教科書では、地球の中心部はマントル構造になっていると教えています。しかし、地殻という分厚い岩石に阻まれているため、地球の中心部がマントル構造になっているというのを実際に見た人はいません。教科書で教えているのは、現代の科学者たちが調査機器を用いて測定した結果から考えられる推測に過ぎないのです。そのため、地球の内部を実際に見てみたら、マントル構造ではなかったというのもありえます。では、地球の内部まで穴を掘ってみて、実際にマントル構造になっているのかどうか確かめてみるのはどうでしょうか。そんなことができるのだろうかと思われるでしょうが、1970年代に旧ソ連の科学者たちが穴を掘っていました。彼らは24年以上もの歳月をかけて深さ12キロメートルまで掘っています。それでも地殻の厚さは5から70キロメートル、そして地球の半径だけでも6371キロメートル。マリアナ海溝の最深部は水面下から約11キロメートルの地点にあります。これらを考えても深さ12キロメートルというのはまだほんのわずかで、地球のごく浅い層に穴を開けた程度に過ぎません。人類が地球の内部に到達することは非常に困難な作業なのです。到達することが不可能である地球内部に生命体はいるのでしょうか。宇宙全体で見ると、エネルギーを確保できるような最も安定している場所に高度な生命体が生息していると言われています。地球にいる生命体もエネルギーが確保できて、かつ安定している場所に生息しています。地球は大きな惑星ですが、現在確認できる生命が活動しているのは地上の範囲だけだからです。ですが、地球の内部にも生息可能なエリアがあって、しかも数十億年単位で安定している場所があるとしたら、そこには私たちの知らない世界が広がっているかも、という想像もできます。18世紀に活躍した天才数学者、レオンハルト・オイラーは、地球空洞説を唱え、地球内部には高度な地下文明があったと考えていました。地球内部の中心には太陽が輝いていて、生物も生きているのだと言います。1818年には、アメリカの軍人シンメスが、南極と北極には巨大な穴があって、地表の海はこの穴から内部に流れ込んでいるとしました。地球の内部で太陽と生物が活動しているというのはありえない話かもしれません。それなのに、地球の内部には神秘の世界が広がっているというのは、古代から語り継がれている話です。古代ではどのような伝説が語り継がれていたのでしょうか。次に見ていきましょう。
地底の伝説、地球の内部に広がっていると言われる別世界、インドのヴィシュヌプラーナに描かれるシャンバラ島の伝説を継承して、古代チベットに伝わる地底王国シャンバラが生まれました。シャンバラはサンスクリット語で最高の楽という意味。ここには古の知恵と無限の力を持つ地下の長老たちが住んでいると言われています。シャンバラについて最もよく体系的に記されているのは、仏教の最終経典と呼ばれるチベット仏教のカーラチャクラタントラです。このタントラの感情入門儀礼を受けると、人は誰であれシャンバラに生まれ変わることができるとされます。説いた人物はゴータマ・シッダールタ。シャンバラは雪と氷に閉ざされた北にあると語っています。シャンバラを実際に探し求めた者はいません。しかしチベット仏教の最高指導者ダライラマ14世は、シャンバラは幻想や象徴ではなく、この世に実在する世界だと断言します。この感情を授かるとシャンバラ国に生まれ変わることができると言われているが、シャンバラ国がどこにあるのかはわからない。地球上のどこかにあるはずだが、清らかな福徳のある人しか行くことはできないと言われていると。一方で次のようにも言っています。地図を広げてシャンバラを探しても見つけることはできない。それはカルマと徳の熟したもの以外には見ることも訪れることもできない正常な土地なのである。実在の正常な土地であったとしても、普通の人が飛行機の切符を買ってたどり着くことはできない。もしも将来宇宙飛行の技術が発達して超高速飛行が可能になれば、そこにたどり着くこともできるかもしれない。だがその場合、その切符は高価なものになるだろう。実際にはその切符とは徳を積む行為のことだ。と、ダライラマ14世がどのような意味でこう言ったのかは解説されていません。おそらくシャンバラの知恵は誰でも簡単に訪れることができるわけではなく、善行を積むことが必要であることを語っているのかもしれません。では、善行のおかげでシャンバラに行くための切符を手に入れたとしましょう。地球内部へと続く入り口はどこにあるのでしょうか。一説には、地球には地下王国シャンバラに通じる7つの入り口があるといいます。7つの入り口は様々に言われていて、北極、南極、ピラミッド、ペルー、カリフォルニアのシャスタ山などです。最も有名なのがダライラマの住居であり、墓所でもあるポタラ宮です。1930年、アメリカの探検家ドク・アンダーソンはインドからチベット入りを果たしました。彼はチベットに入国した際にポタラ宮に招かれました。そこで彼は宮廷の侍医をしていたラマ僧から衝撃の話を聞きます。シャンバラは地下トンネル網を通して全世界とつながっている。ポタラ宮にもその入り口の一つがある。ラマ僧はアンダーソンに巨大な黄金の扉を示しました。その巨大な黄金の扉が地下世界への入り口であり、高位のチベット僧が守っているという話もあります。そういうわけで、世界最大の大きさを誇るポタラ宮は、地底世界への入り口を隠すために建造されたという説が広まり、地球内部への入り口もここにあると言われています。ポタラ宮にある2000の部屋のうち、そのどれかが入り口なのだそうです。2000の部屋から探していてはキリがないので、ダライラマ14世に正解の部屋を聞いてみたいところですが、14世もすべてを把握していないようで、入り口をピンポイントで言い当てることはできません。ただ、ポタラ宮は幽霊の目撃情報が多数ある場所、何かの謎が隠されている可能性は高いでしょう。地底にあるとされる神秘の世界はシャンバラだけでなく、アガルタなどとも呼ばれることがあります。神知学では地底世界が実際に存在するという考えのもとで探し続けられています。懸命な捜査の末でも見つけられないのは、地球の内部に住む生命体が内部に人が入ってくるのを阻止しているためだといいます。地表に住む人々の目から隠された地球内部ですが、実際に内部の世界を垣間見たという人物がいます。これからその人の話を聞いてみましょう。地球の内部を見た人物。
地球内部の世界を垣間見たという人物の名はリチャード・バード少将。バード少将は1946年のハイジャンプ作戦に参加した5000名の兵士のうちの一人です。ハイジャンプ作戦とはアメリカ海軍による南極探検を目的とした作戦です。ここで皆さんはこんな疑問が浮かぶはずです。1946年といえば第二次世界大戦が終戦を迎えた翌年、アメリカ海軍がそんな時期に無人の南極を探検するだろうか。皆さんがそう思われる通り、ハイジャンプ作戦には様々な噂が立てられました。ですが実際に行われたならば、膨大な費用と軍事力をかけてまで調査しなければならない目的があったはずです。ハイジャンプ作戦の表向きの目的は、南極の沿岸を広い範囲にわたり空から写真撮影すること。これは見事成功し、科学的意義が高く評価されています。しかし、写真撮影以外の目的があったのではないかと思われる出来事がありました。それは、エル・メルキリオ氏に1947年3月5日付で掲載された内容です。キロに行われた戦場の記者会見で、バード少将がミステリアスな発言をしたのです。アメリカは敵対地域に対して至急防衛網を張る必要がある。次に起こる第三次世界大戦は南極から北極までを信じられないスピードで飛ぶような兵器を持った相手と戦うことになるだろうと。バード少将がどのような真意を持ってこのように言ったのかは解説されていません。そもそも真意があったのかどうかもわかりません。少々の発言はアメリカ首脳部にとって不評だったらしく、帰国した途端に少々は海軍病院に入院させられました。そして南極で起こったすべての出来事は一切口外しないことを誓う誓約書にサインさせられたそうです。それでもバード少々は南極での出来事を記録に残しています。亡くなる間際になると関係者に自分の体験を詳しく公務証言しました。その記録や証言によると、少々は南極を飛行中に数時間ほど行方不明になってしまいました。飛行記録には突然乱気流に襲われたため、コンパスが効かなくなり、進路確認が不可能になっていたことが残っています。少々は焦ってしまいましたが、しばらくすると山の向こうに草原と川が見えてきました。マンモスに似た大きな動物もいます。機体の前方には町も見えてきました。そこが地底世界だったのです。少々が安心したところで機体の操縦が効かなくなりました。慌てていると2機の奇妙な飛行物体に連れられて着陸させられたそうです。そしてブロンドの髪を持つ長身の男性数人に案内されて町を歩きました。町は地球上のものとは思えないほど眩しくて、クリスタルのようなもので作られていたそうです。少々はある部屋に通され、閣下と呼ばれる人物と面会しました。この閣下と呼ばれる人物はマスターでした。初老で品のある男性であるマスターは、この世界とバード少々のいる世界について説明しました。そしてマスターは人類に対して原爆の危険性の警告を発し、生き証人として元の世界に戻るよう少々に指示したといいます。気づいた頃にはまた真っ白い世界の上空を飛行していたといいます。果たしてマスターは何者だったのでしょうか。先を予見する力があることが想像されることから、人類より知能の高い存在であることがわかります。また人類の行動を監視しつつも、警告を発するだけで終わっているので、人類の文明に介入するつもりはなさそうです。ではなぜアメリカ海軍の上層部はバード少将を口止めしたのでしょうか。上層部はマスターの存在を知っていたのでしょうか。そういえばエドワード・スノーデンは、地球の内部には人間よりも高度な知能を持った地底人が住んでいるという衝撃の発言をしました。高度な知能という言葉から、これまで世界中で観測されてきた未確認飛行物体との関連性も考察されています。また、大統領がマスターの存在を知っているとも話していました。アメリカ海軍のソナー情報は国家機密として極秘扱いとされています。それは
軍事的なことに関わるからであることはもちろん、地球内部の情報も含まれているからだと言います。いかがでしたか？今回は人類の知らない地球の裏側についてご紹介しました。どうやら地球の内部には工事の存在がいるようです。世界を動かす人々は何を隠しているのでしょうか？私たちは一体何を隠されているのでしょうか？それを知る者は地底世界の住人だけです。